こんにちは、つよぽんです。今日はね、久しぶりにつよぽんトピック、日本がワースト1位のものって何というところからお話をスタートしてみようかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、知り合いがなんかリンク貼ってて、日本がワースト1位のものって何っていうので、と思って見てたんですよ。そしたら、その中で気になってたのが、若者の自殺死亡率、若者の死因トップが自殺なのは日本だけだぞというのがあって、そこから、日本の社会の異常さが伺えますね、なんていうねところがあったんですよ。それでそうなんだと、まあ僕は思ったわけですけれども、自分なりに考えてみようかなと思いました。でいろんな、日経の日本経済新聞で見ると、自殺者2018年は2万人で減少が続いていると、未成年は増加しているというような記載もありました。2018年の全国の自殺者は前年よりも減っていると、9年連続の減少となっている。これ自殺者の減少っていうのは年齢のカテゴリーなくですね、はい。ただ、19歳以下の自殺者数は1990年代から横ばい傾向が続いているというようなこともあるので、実際に自殺をしている人の数というよりも、死因のトップが自殺なのが問題視されているということなのでしょうか。別のサイトでも厚生労働省がまとめたというね、当てにならない厚生労働省ですけれども、なんかねいろいろ書いてますけど、10代の自殺者数はやっぱりそれほど数自体は変わってない気がしますよね。じゃあ他の国のその死因は何が1位なのかということで考えたいんですけれども、先進7カ国、ここでは日本、フランス、ドイツ、カナダ、アメリカ、イギリス、イタリア、参考で韓国と出ていますが、ここで問題になっているのはおそらくフランスもドイツもカナダもアメリカもイギリスもイタリアも、若者の、死因の上位3位で、1位が事故なんですよね。ところが日本は自殺が1位じゃん、事故と自殺が逆じゃんということが問題になってるんだと思うんですよ。ですよね。でこれって2通りなんか僕思ったんですけれども、つまりちょっと僕も調べたんですが、ちょっと分からなかったんですけれども、ずっと昔から、日本という国は若者の死因の1位はずっと驚いたことに自殺なんだよねっていう話だとすれば、日本人の若者っていうのは自殺する率高いんだよねっていう話になると思いますし、昔は事故死や病死が一時戦死が1位だった時も、太平洋戦争の時とか、はい、昔はそうした自殺以外のものが1位だったけど、ここ最近になって自殺が1位になっちゃったっていう場合で全然見方がね変わってくると思うんですけれども、だから自殺がずっと1位なんだよねっていう話であれば、日本っていうのはそういう国民性なんだということになるし、事故と自殺がいつの頃からか逆転したんだというふうに考えれば、その逆転した原因は
自殺者自体の数はそんなに変わっていないんだったら、単純に事故で死ぬ人が減ったんだと。で、若者が事故で死ぬって言ったら、それ当然もうバイクとか自動車、車でしょうね。で、車に乗る若者が減ったんだな、はい。実際に自動車離れとかね、最近暴走族すら見なくなったから、その辺が原因なのかなということで、そんなに気にしなくていいんじゃないのかなって僕なんかは思っちゃったんですけれども、いかがでしょうか。ということで、今日のつよぽんトピックは、日本のワースト1位、若者の死因1位が自殺なんだよねということなんですけれども、トピックとさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。つよぽんでした。バイバーイ。